でもなんか俺思ったのが、うん、柔らかいシャフトって、うん、結構しっかり振っても、うん、スピン減ってくれるなっていう。そう、全然全然。あのだからもうめくれ玉っていうのが絶対出ないから俺こういうのに落とせる簡単に。これでそうシャフトが軽いとか柔らかいとか言ってめくれると落とせないじゃない、うんうん、怖いから。それが出ないからいいんだよね、軽くて柔らかくて。アールのシャフトとかないの、ここには。ありますよ、アールのシャフト。なんかそれ、ひろゆきちょっとレディースとかないの。そうですね、もう。レディースはないんだけど、レディースに近い。柔らかいのはある。なんかそれで言って、みんな飛距離落ちると思ってるんでしょ、だって。平井博明の。ワンナップゴルフ。まあ、極端率もね。うん、そこの方がいい、わかりやすい。うん。うん、55R。もうちょっとヘッドが変わっちゃうんで、うん、あ、シェルが。世の中的にはどう思われてるの？柔らかいと。一般的には、うん、やっぱり柔らかいと曲がるとか、うん、球が吹ける、飛ばなくなるとか、うん、スライスが増えるって思ってる人は多分結構多いと思う。うん。うん、でも実際は違うの？俺ね、そんなことはないと思う、うん。あの、悪いスイングしたらそれは何でも出ちゃうんだけど、そうだね、普通に打てるんだったら、うん、俺はそんなことはないと思うんだよね。これが、うん、55の R。なるね。うん。55の R、ね。うんうん。そう。で、PXG のヘッドが9度、うん、うん。俺こんなの打ったことない。PXG。ヘッド測ってみる、とりあえず。どういう、長さとか分かる？先打つ。うん、先打つ。俺の数字。先入観あるもんね。そう。やだ。すっごい違う。自分のじゃないもんね。もう一球いきます。何なんだろう。よし、大丈夫。これいい。あ、めっちゃいい。おお、素晴らしい。そんなすぐ調整できるんだ。うまいのかな。あれ、ね、飛ぶ？うわ飛ぶ、まあ、同じぐらい。264。あ、いいじゃん。考え、あれ考えでもね、どうしてもね、ミート率は下げられないからね。どうしても、どうしても上がっちゃう。それの話じゃないと。あ、それ、今そうか。5、そう。R でさばいる方は、R にさばそう。そう、全然ミート率の自慢のためには変えたんじゃないか。そっかそっか。でも、正直変わんないね、あんまり。そう、変わんない。減らないし、多くならない。ならない。まあ、ヘッドが違うんで、1打ちちょっと低いですけど、9度とかね。変わんないし。そっかそっか。全然だね。これ、ひろゆき、これ、ロフトつけられるのか、ガチャガチャで。ちょっとロフトつけてよ。ちなみに、長さ見ていい？あ、うん、長さ見て。俺が43だったよね、ドラム。いや、長いとは思ったんだよ。あ、こっちの方が短い。45.75。あ、ほんとだ。うん、45.75。違う。うん。バランスは？いや、俺ね、バランス俺 D0 か、そこらだったよね、いつも。D3 だったから。うん、D3？ そんなことはない。D1 っすね。おまあ、俺が、まあ、おすすめしてるアマチュアのスペックでね。ちょうどいいよね。うん、振動数、俺がだいたい300だから。それは248だ。何の声で1000だっちゃう。おー。やっぱ R だね。そうだね。240。そうだね。うん。ちょっとやっぱ。ね。やっぱりでもさ、そんだけスペックが変わっても、うん、データ自体はそこまで変わんないね。そう、だから、柔らかいからって、うん、なんか、スピンが増えちゃったりとか、横が曲がるっていうのは、うん、ない。うん、逆に言ったら、うん、めちゃくちゃ硬いシャフトの方がある。そうだよね。だって硬いとさ、こうやってなったりするじゃん。しならせようとして。よっぽど毛があるよ、ちょっと。だから、俺は、硬いのはおすすめしない。うん。だからもう、この動画が流れた時には、世の中で柔らかすぎて楽すぎるシャフトでミスを出るってことがもうなくなるってことだよね。そうだね。うん。ダメ。そう。スイングも良くなるから。間違いない。柔らかい方が。うん。硬いのも絶対ダメだよね。そう。これちょっと、ロフトある。ロフトありで。39度だったのを、はい。10度。10度近く。はい。これいい。俺も、普段それぐらいでは打ってて、うん、俺は 10.5 度プラス1にしてるから、うん、でも平均でやっぱり200、キャリー260。260いけばいいね。うん。で、引き出し1度上がってるんで、ああ、じゃあ、
まあその方が本当はいいかな。距離は、うん、あのまあ今当たってるところにもよるだろうけど、うん、距離的にはこっちの方が伸びるはず。そうだよね、うん、もう一回ちょっと言っていいの、これやだ、これ買ったっすこれいいっす、手応えはいい、結果は分かんない、まあいい感じは260ぐらい来たりしてる。おお、いい、声が安定してるね。そうだね、いい感じ、うん、いい感じ。打ち出しも17度ぐらいある。あ、スピンも多くない、ちょうどいいよね。さっきのが飛んでたけど、こっちの方が数字は安定しそうだね、あの結果的に球筋は、うん、ちょっと自分のエースドライバーはスピンが結構少なめだった。だからキャリーとランが結構出てたけど、そうだね、まあこれぐらいの方がもしかしたら、うん、右ドッグと左ドッグの場合ラフに突き抜けないで、いい、ちょうどいいかもね、いいかもしれない。打ち出しも高いし、やっぱ10度ぐらいがいいな。10から 10.5 ぐらい。そうだね、うん、やっぱ一桁台のロフトになるとどうしても良くない数字が出やすい。あのスイングも球を上げようと、そう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 、締めるし、うん、そうだね、硬くてやっぱロフトが立ってるとそうだね、うん、なんちゃうね。いや、プロがこれでいいんだもん。そう、全然いいよ。だって物足りなさがないんだもん、だって打ってても。あ、そっか、プロがあれでいいんだもんね。そう、全然十分十分。だって吹けさせる、相当吹ける数字がさ、だってどうにもないじゃんそうだね、うん、スピンが多いとかさ、うん、そういうのがないんだ。そう、レックス使おうと思ったけど、じゃあ、いやいやいや、1回はありだと思うけど、世の中のゴルショップから X がなくなる。あ、おい、ほんと、いや、 X 撲滅計画だね。あと、これさ、ちなみにひろゆきさ、これ、柔らかいボールと、うん、こう、赤文字と黒文字とあるじゃん。今ね、真ん中のダイヤ、金色で打ってたの。赤で打ってみる。赤。XV でじゃあ、打ってみる。はい、これ。うん、ちょい平の。うん。ちょっと逃げたいよね。体に逃げた。わかるんだ、でも。わかるの、わかるの、金色なのに。全然わかるよ。プロみたいな。最近よく言われるんだよね、すごいねなんつってでもね、やっぱマイクラブになるからか分かんないけど、ヘッドスピード上がるね。あ、本当だ、44になってる。お、まあ、ちょっと打ち出しが低くて、まあ、フェードだからちょっとスピンが多いかなって感じ。はいはい、まあ、傾向的にはやっぱりダイヤから赤に移るから、うん、スピンは減ってる、減るよね。ちょっとじゃあ柔らかいスターで打ってみて、はい、やったこれいい。ああ巻いてんだ。結構捕まった感じ。あ、でもそういうタイプなんだろうね。いい、ドロヒッターだからいいなって思ったやつはちょっと捕まりに、うん、ミリ、うん、でもさっきよりあのヘッドスピードはちょっと遅くなってるんで。ああ、でもバックスピンがめっちゃ少ない。ちょっと少ない。やっぱまあ基本的にはボールよりもフェードとドローでやっぱスピン量は、うん、あの変わるよね。まあ変わるのはもしかしたらアプローチが変わる可能性あるね。なるほど。俺は30ヤード、60ヤードのアプローチでいつもボールって選ぶんだけど、うん、ドライバーに関してはさっき言ってフェードとドローでこんだけ差出ちゃうし、うん、テストって難しくない。難しいね。打ち出しとドローの幅と、うん、同じホールじゃないもんね、みんな。スピード、そう、スピードを合わせなきゃいけないから、結局、性能出るのってアプローチかなって。そうね。すごいね、重要なデータを収集できました。うん、かなりいいと思う。あとさ、一個気になるんだけどさ、うん、ほら、手打ちを押してるじゃない？はいはいはい。手打ちで打ったらさ、やっぱ体使わないんだからさ、飛距離落ちんでしょ。やっていい？やって。やってじゃん。やっていい？やって。この度、ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってる？あれっていうネタをですね、コンペとかで言っていただければと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。